にちは、ナビゲーターさのです。辻先生、今日もよろしくお願いします。お願いします。今、日本人は結構本を読まない方が多いっていうことなんですけども、なぜだと思いますか？なぜだと思うか、はい、そうだよね、はい、今、本って結構読んでる人って少ないんだよ、はい、で、少し古いけども、はい、2014年の文化庁の調査によると、はい、47.5% の人が月に1冊も本を読まないと、はい、約半分だよね、はい、うん、日本人の約半数が、月に1冊も本読まないんだよ。あれだよ、また文化庁ちょっと忘れちゃったけど、はい、大人の勉強時間は1日平均たったの6分だよ、はい、うん、もうそれぐらい勉強しないんだよね、大人って、はい、で、さっき言ってたその 47.5% の人が本読まないっていうのは、はい、あの5年前のデータだから、今はもっと本離れが進んでるんじゃないかなと思う、はい、うん、で結構さ、有名人でも本を読む人と読まない人ってこうばっかり分かれない、はい、分かれるよね、はい、で今ホリエモンもあの本を読んでないって言ってるんだよ、はい、うん、だから読む時間がないって言ってるわ、まあまあ分かるよね、そういうのは。で、要は憧れているあの人も本を読んでいないと、だから本なんて読まなくていいんだっていうのは大間違いだからね、うん、あのさっき言ってたホリエモンも あれは本読んでないんだけど、はい、あの人は著者、直接会って情報を教えてるのよ、はい、本も読まない代わりにその人に直接会って情報を得てるわけね、はい、うん、だからまあ、そういうホリエモンとかそういう人は本には載っていないマル秘情報だとか最新情報を手に入れることができるわけよね、はい、だから本を読むっていうのに時間をかけるんじゃなくて、そういう人に会う、はい、だからホリエモンだったら会ってくれるよね、ほとんどの人が会ってくれると思うわ、うん、だけどさ、普通の人はさ、著者に会ってくれる機会なんてほぼゼロなんだから、だから著者の考えを知るためにはやっぱ本を読むしかないんだよね、うん、でも本っていうのはさ、ぶっちゃけ当たり外れがあるんだよね、よし読むぞっていう気概がないとなかなか読めなくなるっていうのも分かるのよ、はい、で僕も、まあ、本をビジネス本を読み出したのは20代の後半の頃だったし、はい、20代前半の頃全然読まなかったしね、はい、で30代の前半なんていうのは特にそのソーラーが売れなくてっていう暗黒時代の2年間っていうのは本当本めちゃくちゃ読みまくったからね、はい、多分100冊とか200冊近く当時読んでたと思う。もうとにかく読んでたのはマーケティングとセールスの本、なんかブログとかでも紹介されてるような本とか、うん、Amazon でも星がもう4つ以上ついてるとか、レビューが20個以上あるやつはもう片っ端から買ってったもん、うん、で、なんでかっていうとお金がなかったんだよね。お金がなくて買えるのは1500円の本しかなかったのよ、うん、なんか何万円もするような教材とか、はい、そのセミナーとか出席できなかったから、はい、とにかく本だけはもう買いまくって読みまくったのよね、はい、で多分一番最初に出会えた本が良かったから、その本の魅力に取りつかれてバーっていっぱい読んだんだと思うんだけど、ちなみにもう今はマーケティングとかセールスの本はもう今はさすがにもう読んでない、はい、うん、まあ、ある時バーって読んでる時に、あ、もう俺はもう大丈夫だと思った、はい、バタってやって、もうそこから新しい知識を得るとか、知らないことが知るっていうことはもうほぼないなと、はい、うん、だってマーケティングとセールスの本だけで 100から200読んでるんやで、はい、それはまあほぼ全てのことは、はい、まあ知ってるかなと。でもたまに知らない単語が出てくる、はい、うん、最初はなんだっけ、ターゲティングのことをさ、はい、ペルソナって言ったりするんだよね、はい、それ知らなかったよ。何ペルソナって、ゲームとか思ったの、はい、ああターゲティングの話かみたいなっていう、なんか新しい言葉が出てくるときは知らなかったりするんだけど、中身主やからさ、そんな、はい、うん、で、ちなみに僕が苦手な本っていうのは何かっていうと洋書。洋書は苦手なんだよね。洋書に限って本分厚いんだよね、はい、で言い回しがくどくて分かりにくいんだよ、はい、うん、
で、まあ、もちろん買うんだけど何度も何度も挫折してるんだよね。ベストセラーになった本は結構読みやすいんだけど、結構ね、あの読めないっていうのが多い。で、最近の本の、最近のベストセラーになってる本ってすごい読みやすいのよ、文字数も少ないし、あっという間に読めるんだよね。2時間もかからないうちに読めちゃったりするんだよね。正直言って中身薄いんだよね。で、だから、最近の人は本を読まないからそういう薄い本じゃないと読めないのかなって思ったりとかもするんだよね。だけど違いますと。最近の人は本が読めないから本離れしてるのかではありませんと。だからサクッと読めるような中身の薄い本じゃないとダメなんですかと。最近の日本人は、脳みそがツルツルしてるから賢くないから、そういうバカでも分かりやすいような本にしないとダメなんですかっていうと、違うと。それは違うんだよね、きっと違う、僕はあの本離れしている理由はそれじゃないと思う。一番の理由は時間がないからだと思う、例えばあの移動か電車の人っていうのは椅子に座れるから本読めるんじゃないかなと思ったりしてたんだけど、東京行って分かった、読めない満員電車はあれ本読めないわ。あれ読んでる人、こう片手でできる人いたけど、できなかったな。あの意外とさ、もういろいろあるから、その本を読むっていう時間が取れないんだと思うわ。だってビジネスもそうでしょ。昔は9時から5時で終わってたっていうのが、またそのね、9時から5時に終わらせようよって言ってるんかもしれないけど、やっぱ9時から8時になって、僕光通信出る時はさ、朝7時半に起きてよ、で8時に会社行ってさ、終わるの夜中の12時とか1時2時とかがあったからさ、本なんて読んでられないんだよね、読めないんだよね、忙しすぎて。多分今の人も忙しいんだと思う。本が読めないとかじゃないと思う。だからあの本を読める時間が取れないから簡単にサクッと読める本が流行ってるんかなとも思うんだけど、じゃあ何がいいんですか、僕は何してるかっていうと、今も正直ね、ちょっと本が読めれてないんだよね、これなんていうか知ってる、本が読めないっていう、積ん読っていうらしいよ、積み上げる読書、積ん読、積ん読っていうのって、とか僕も思ったよ、積ん読派、なるほど面白いなと思って、だけど積ん読になってるんだけど、本だけは買うようにしてんだよ。なんでかっていうと、まだ今は読めないけど、まだ後でいいやって言って、後でいいや、後でいいや、後でいいやって言ってた本が廃盤になってた時があったから、あ、もう買えないっていう時があった。もうそれ以来気になった本はもう片っ端から買ってんだよ。今は読めなくてもいいから。で、積ん読って言ってバカにされるかもしれないんだけど、後で読めるでしょ。もう後で買えないっていうことがないように、ここで前、ね、紹介してたんだけど、このユダヤの商法もそうだよね、復刻してくれたから今これ買ったけどさ、これあのプレミアついてて2万円ぐらいで売ってたんだよ、この本、あのマクドナルドの創業者藤田伝さんが書いたっていう、そうなんだよ、高くて買えねえわと思ったから読んでみたいんだけど、で藤田伝さんの本が復刻したからって言って、この KK ベストセラーのこのユダヤの商法、ユダヤの商法以外にもあるんだよね、あそこにバーってある、頭のいいやつの真似をしろとかいろいろあるんだけど、まだ読めれてないんだよ、ずいぶん前に買ったんだけど読んでないんだけど、全部買ったもんねあのオリエンタルラジオの、あっちゃんが表紙にもなってたしね、そういうのも含めて本を買ったりとかで、今いろんなメディアがあるから、なかなか本が読めなくなってるよ。で、いい方法があります。僕結構本よりもそっちの方がいいなっていう。で、神田正則さんもおすすめしてた。神田正則さんは人生を変えたかったら3つあるって言ってるんだよ。3つのことやれって。1つは、3つの出会いが必要だって言ってるわけよ。人生を変えたかったら。成長したかったらね。まず1つ目が本の出会いだって言ってる。で、2つ目が人との出会いだって言ってる。で、3つ目はカセットテープだって言ってる。今はカセットテープはもう今さすがにないから、要は何かって言ったら音声ね。音声だ。音声との出会いだって。で、神田正則さんはその満員電車に揺られて、
そのまだ勤めてはる時ね、うん、勉強で何やってたかっていうと、そのもうイヤホンを耳に突っ込んで、うん、もうずっとひたすら何度も何度も繰り返し聞いてやったりしてるって言って、うん、言ってるわけよ。で YouTube もそうだと思う。 YouTube あの動画を見るっていうか、音声だけにして聞いてたりする人も結構いらっしゃるらしいのよ。で、まあ、僕もそれも含めてポッドキャストをやってたりするんだけど、こういう音声ってめちゃくちゃいい。本っていうのは文章になっちゃってるんだけど、その音声、特に僕は車の中はあのそういうセミナー音声とかそういう対談だとかそういうのをもうメインはポッドキャストになってるんだけど、そういうのにずっとかけてるのよ。昔は音楽だったのよ、はい、洋楽のねロックをとかよくかけてたんだけど、もう今は、そういうセミナー会場になってるね、車の中って。で、あのそういう音声対談、 CD の音声対談っていうのを僕はまた、ま、いっぱい買ってたりしてたのよね。でそれ僕はあの通勤が車になってるし、お客さんに移動するとき移動時間って車になってるのよ。で運転してるときってさ、本なんか読めないんだよね、危なくて。でどうしたらいいんかなって考えた結果、そのセミナーというかそういう CD 音声にしようと思って。で音声の何がいいかっていうと、あのその成功した人の直接の生の声が聞けれるでしょ。でその人の声ってその本には載っていない考え方だとか思考が読み取れるんだよね、その人の直接の声から。なんかまあパワーがもらえるっていうか、その人の空気感だとか喋り方だとか、その喋りテンポだとか、そういうのが音声から全部伝わってくるんだよね。僕は今ちょっとこう考えながら喋ってるからちょっとゆっくりめになってるんだけど、あの結構僕も喋るのが早くなったりもするんだよね。で、文字と違って本もこう読むなるんだけど、音声っていうのは丸々しながらができるんだよね。運転しながら、移動しながらとか、もう変な話、料理しながらでもいいじゃない、うん、何々しながら聞けるのよ、ね。で動画は YouTube とかも動画に関してはこう見るっていう風になっちゃうでしょ、うん、で音声の方がいいですよと。で、その僕も実際やってみて、昔は本だけでええやんかと、うん、その CD とかまだ高いんだよね、はい、高いからいらねえわとか思ったんだけど、でもそれをやってからはその人のね考え方だとか思考がその恐れ山のいた子のようになんか憑依して真似できるようになるんだよね。喋り方もこう映ったりするわけよ。インプットが耳からになると、そのアウトプットが口からになるみたいな感じになるんだよね。だから僕はその昔はメモ帳とか手帳使ってメモとかよくやってたんだけど、今はね手帳ほとんど使ってないんだよね。何やってるかって言ったらもう完全 iPhone なんだよね。この iPhone のこの メモ、はい、メモじゃない、音声メモ、はい、でもうずっと喋ってるね、音声でバーバーって喋って、はい、車の中でも喋ってるんだよ、ずっと、はい、電話してるわけじゃないのよ、はい、録音してるんだよずっと、はい、でそういうアイデアだとか問題点だとか、はい、改善点だとかそういうのをボイスメモに全部録音してやってんだよね。でたまにこう LINE で自分のこう気づいたメモ、気づきのメモとかを LINE で、LINE のグループに、グループっていうかメモっていう自分をな友達みたいにして、そこに気づきだとか昔手帳に書いてたことをもう LINE の方で入れたりしてるんだよね。だからね、僕も実証済みだから分かるんだけど、音声ってめちゃくちゃいいです。だから YouTube もその動画で見るっていうのもいいんだけど、僕の動画ってほとんどね、動きも何にもないから、うん、映像がバーって変わったりだとかもほとんどないし、なんでかっていうと、音声として聞いてくれても OK にしてるから。ただポッドキャストはこの YouTube の音声版っていう風になってるからね。だからぜひぜひ無料プレゼントとしても音声版っていうのを YouTube 見てもらった方には、概要欄からね、その音声版っていうのを無料でプレゼントもしてるし、音声ってすごくいいものなので、ぜひぜひやってみてください。移動時間中にでもねこう見れるし、車の運転中とかでも聞けれるし、聞くことができるから、他のこと見ながらやりながらね聞くことができるから、ぜひぜひ音声っていうのをやってみてください。辻先生、今日もありがとうございました。ありがとうございます。